はい、日々のテテです、D1 ドライバー、レーシングドライバーです、今日はですね、またまた朝一からワイゼットサーキット来てます。今日はですね、ナックルを交換してテストします。はい、まあ、見てわかる通り、長いナックルから15ミリ短いナックル、まあ、両方とも純正なんですけど、それで、ちょっとアライメントがトーアウトになってて、それをまあね、ゼロ付近にして、まあ赤車を積む下ろすぐらいで、まあ様子見て、まあ普通ぐらいだったんで、そのまま、はい、コースに出てみたいと思います。予想ではね、やっぱりハンドルが少し重くなるかな。まあなんでかっていうと、やっぱりナックルの穴が距離がね短くなる分、抵抗が増えると思ってて、だからその分ね、ハンドルが重くなるんじゃないかなっていう印象と、あとはまあ本当に振り返した時に、いつもこう前回はスポーンってケツがね抜けちゃってたんだけど、まあスピンしない状態でアクセル踏めばドリフトを維持できるんじゃないかなと思いますんで、それが僕が思った通りになるのかどうか期待してください。いいね、うん、もうね、1コーナーの入り方もう思い切っていけるし、あえてね、どこまでいけるかなって1回スピン気味に入って、やっぱりスピンしちゃったんだけど、やっぱりね、車外のナックルとはやっぱり違う。だけど、その無理して角度つけて乗るような運転しなければ絶対にスピンないと思う、うん。フロントもしっかりしたタイヤでコントロールできる。で、リアもパワー的にちょっとこうグリップが少ない状態でもコントロールはできると思う。で、意外にその1コーナーから2コーナー繰り返しも鋭く入ったつもりなんだけど、まあ、全然スピンもしなかったし、アクセルも入れたらちゃんと前に進んだしね。まあ本当にノーマルの今のこの発力の状態で、短い方のナックルで3回転半のラック、うん、きっと楽しんでもらえるんじゃないですか。乗ってみる？これね、乗ってみた方がいいよ。しかもさ、長い方のナックル乗ったじゃん。その違いもね、ちょっと聞きたいわ。ちょっとね、楽しみが違うよ、これ。面白い。自由が利く。楽しいです。はい、面白い。楽しいね、うん、ずっとさ、フリフリしちゃってるからさ、タイヤパンクしちゃった。見る？パフ？やりすぎちゃったね、久しぶりこんなんだよね。やっぱりタイヤがちょっと古いからさ、ちょっと壊れ方が急だよね。やっぱさ、さっきちょっと別撮りしとった時のタイヤからやっぱり一気にさ、タイヤのグリップが落ちちゃったから、ちょっとね、振ったらツルツルっていっちゃうからさ、うん、だから
抑え気味で走ってみて、うん、最後で前にね86がいたのさ、いけるかなと思って、やっぱりね遅いねタイヤ組まないし遅いし、ちょっとねやっぱり張り付いて走るの結構厳しかった。だけどまあ同じタイヤでさ、まだ溝ってないや、溝あるタイヤあるから一回乗ってみて楽しいんだよ、うん、絶対ね前回より楽しいから面白いよ。タイヤ交換します。実はさ前回走った時にさ、ここのコースって左コーナー右コーナー左コーナーっていう感じでさ、右の後ろタイヤがやっぱり減っちゃうから、前回減ったから今回はねこう逆転させて逆パキしたんだけどさ、でこの逆パキのまあまあ外をやっぱり使っちゃってるよね。で最後にこの壊れ方だね。はい、やっぱりイン側じゃなくてやっぱりアウト側が減っちゃうね、どうしてもね。でこういう感じで、あ、ブロック飛んでるね。ちょっと外側がもこってやってるから、こっちももうワイヤーがいっちゃってるかもね。はい、でエアーツを確認、向こう側が 3.5、 もうこれは測れないですだからノーマルのエンジン、ノーマルのミッション、ノーマルの 4.3 のファイナルで、フロントはまあいいタイヤで、リアはまあこれぐらいの、もうこれ5年05だと15年前タイヤなるに3キロぐらいから上がって 3.5 で楽しく走れた感じですね、うん、でひょっとするとその新しいタイヤでインチが同じでも3キロだとグリップしすぎちゃうかもしれないから、ちょっとその辺はね車とコースと相談してエアーズ決めましょう。やっぱり滑りすぎるよりもちょっと滑るのが一番楽しいです、はい、じゃあタイヤ交換します。はい、はい、タイヤ交換終了しました。でね、次は最近新品で買ったハイフライ、ハイフライってタイヤみたい、うん、185の5514同じサイズです、はい、だから一応3キロスタートで同じスタートでどれぐらいグリップのねその差があるか、であと走ってどれぐらいのエアが上がるかどうかのまあちょっとテストをしてみたいと思います。で、さっきさスピンしてたんだけど進入とかで原因が分かりました。あのね、リアのトラクションがないのももう一つあったんだけど、その前にこのフロントタイヤがボディに干渉してました。はい、見せますね。よいしょ、はい、ここもろ当たってるね。でこのホイールの内側、うん、当たっちゃってるからもうね、やっぱりねこの転がるものが止まるとやっぱりキュッてなっちゃうから、でスピンだよね。まあ後ろタイヤのせいかなと思ったけど、まあフロントもやっぱ意味があったね、うん、だいぶ当たってるから。でもねどうしようかな、スペーサーかましてちょっと外出して切って逃げればまあ一番いいんだけどね。今日はスペーサーがありません。はい、なので仕方ないっすストッパーも作ってないから、まあ、今日はもうこのまま行こう。だから、まあ、スピンしてもこれのせいだから、うん、
やっぱり切りかかっぷナックル入れるとさ、ちょっとね、ストッパーで止めたりとかするのは、まあ、こういうことがないようにだよね。うん、だから、まあ、ローアームを延長して、このね、ホイールがつく位置をちょっと外に出して、かわすようにするとかね、ストッパーで止めるとかね、まあ、そういう加工が必要になってきましたね、純正なのに。うん、か、まあ、今これがね、185-6014 だから、これを185-5514にちょっとね、小さくして当たらないようにするっていう方法もあるけどね。まあ、そうするとね、車高も下がったりとか、いろいろとこうね、バランス崩れてくるから、まあちょっと考えましょう。うん、だけど、まあ、今回はナックルの純正の長い方から短い方に変えて、すごく乗りやすくなったっていうね。うん、そこが一番の事件だったと思います。はい、まあとりあえず原因はここにありました。今日も YZ サーキット来ております。今回はですね、前回に引き続き A86、はい、この A86 のナックルで今失敗しているというか、困っているあのフロアに当たる現象が、多分ね、あのフロントのタイヤのオフセット、ホイールのオフセットが、調べたら 7J の、プラス8だったんで、とりあえず 5mm スペーサー入れて、当たるところをかわせるかだけ、チェックしたいと思います。今現状はこんな感じです。見えるかな、見える、どう、なんとか言えると思います。はい、うん、ここのこれね、ここ、こんなに当たってるので、これをかわしたいですね。まあ、要するにその当たればもちろんね、ロックしちゃうんで、そこを軸にしてこうスピンしちゃうから、そこをまずかわしたいということで、このテープ、これでテープ貼って、ここに傷がつけばまだ干渉してるんで、まあ今 5mm のスペーサーかましてます。はい、5mm のスペーサーかまして、まあ逃げればいいな。でもう無理だったらもう1枚 5mm 用意してるんですけど、どうしてもね、かかりが、このナットのかかりがね、あんまり減っちゃうんで、 10mm ってだいたいね、こんなもんだから、かかりがね 10mm 足りるかなって心配なんだけど、まあテストなんで1回 5mm でダメなら 10mm やってみたいと思います。はい、今 5mm のスペーサーで走ってみました。やっぱりね、まだまだ当たるね。見てみる。こっちはね、2コーナーの、右コーナーの時に、まあカウント当たるんだけど、そこで、うん、こんな感じ。2枚ぐらい貼ってたんだけど、全然ダメだね。で、1コーナーは向こう側ね、もうね、テープがなくなっちゃったね。うん、だから全く当たりまくりっていうことで、次は10mm入れてみて走ってみたいと思います。10mm。
ぱりもう当たっちゃってるわ。だからノーマルのロアームと3回転半のラックに短い方のナックで14インチの 7J のプラス8で今12でしょ、マイナス2のサイズでは当たりますね、はい。でちょっと今回は準備してきたものがあって、これがあの A86 で D1 グランプリ出てた時のフロントのホイール、渡辺のマグの 9J のマイナス13だったかな、あれがあったんで今日準備してます。懐かしのダンロップの G1、 はい、これがね195の5015、まだ残ってました。いや、これつけて当たるかどうか試してみたいと思うんですけど、思い出せないんだけど俺ね、スペーサー入れた覚えないんだよね。ちょっとやってみます。一気にかっこよくなりましたちょっとねでもナローボディに入るんですね。当たると思うけどな、どっか。でもまあこのまま走れたら走りたいね、はい。はい、とりあえずついたんで。いや、当たるな当たるな、結局。いや、当たるんだけど下に当たってるだけかもちょ、待てよ、当たってんな。当たってるな。じゃあこれにゴミで当たるね結局当たるんかい。ダメだね。じゃあ10ミリ試しにね。これでなんでだろう、俺昔どうやって走ってたんだろうな。忘れちゃいました。覚えてないな。だってフロントスペーサー入れた方がいいもんな。それで戦ってたんだよ。ねえ、ちょっと思い出せねえよ全然構わない届いてない、これ絶対走れねえ。仕事なんだ俺、延長ラームとかしてたんかな。多分捨てないと。あ、でもメガキャンアダプターつけ つけてたから俺ちょっと外出てんだよね。それでよかったのかな。だから基本、じゃあこれ今車庫帳だけ、下駄も はめてないし、そのメガキャンアダプターって横にも出してないからダメだね、基本ダメだから延長ロアーム入れたり、そのネガキンアダプターつけてちょっとこうね、タイヤの位置を外に出して切れるところが当たらないようにしないといい走りできません。はい、だからさっきの走りぐらいだ、あれ限界だ結局だけどちょっと深いアングルになると当たるからスピンモードになっちゃう、うん、だからね、9J のマイナス13に10ミリでマイナス23でも使えません試しただからもうちょっと次のこと考えて、ネガキャンアダプター探します、はい、かもう丸々一式もう変えちゃいますじゃないともうこれいつまでだってもんない、うん、ちょっとね次はガラッと変えます、はい、期待しててください。